明日臨時国会が招集されるのを前に政治改革の法案提出に向け与野党それぞれの思惑が交錯しています今朝行われた野党の協議を国民民主党が欠席し波紋が広がっています今朝行われた政治改革をめぐる野党側の協議立憲民主党日本維新の会共産党などは企業団体献金の禁止を含む野党案を作成し 明日招集される臨時国会に提出する方向で合意しました。立憲民主党大串博代表代行、特に大きな論点、私どもは昨日は企業・団体献金の禁止と政策活動費の禁止、これらは政治資金規正法の再改正の中では特に重要な論点だと。焦点の企業・団体献金をめぐっては立憲や維新などが禁止を主張する一方。 国民民主党は慎重な姿勢を崩さず、今朝の協議も欠席しました。関係者によりますと、立憲は国民にも協議への参加を呼びかけたものの、国民の幹部はそもそも野党案を作ることに消極的で、今週になって欠席を伝えてきたということです。こうした姿勢には他のの野党からも日本維新の会藤田文部幹事長企業団体献金 の禁止に賛成だけど抜け道が多いというスタンスなのか、それを盾に賛成してないのか、本当はやりたくないか、これちょっと真意が分からない。これに対し玉木代表は、国民民主党玉木雄一郎代表、政治改革は与野党協議の場でしっかり決めることが必要だと思います。今までは野党で集まってとにかく法案出して、結局通らないからパフォーマンスなので。 玉木氏は野党側の協議には距離を置く姿勢を示し、企業・団体献金の禁止に踏み込むには条件があるとも主張しました。一方で玉木代表らは先ほど官邸を訪れ、石破総理とエネルギー政策について議論を行っています。ある政府関係者は、政府関係者、この臨時国会が通常国会の試金石になる。玉城代表には あえて官邸に来させるんですよパフォーマンスしたいんです好きなようにやってもらえばいい少数与党となった政府与党側は国会で予算案や法案を通すため国民との関係強化をアピールする意図があることを認めています政治改革をめぐる協議は年内に決着するのか臨時国会は明日招集されます